そう、今回もおなじみ常盤ホールさんです。そしてなんとですね、やばいっす、引いてしまいました。野村、ちょだまで100万貯めるってよ。あのもしかして後ろの方を引いたら結構、よっしゃい、うわビッグであれ、121ゲームうおい、投資がですね350枚、そして、最終的に流したメダルが2947枚、プラス2597枚という本日の結果になりまして、なんとこの常盤ホールさんでの著メダルが約1万3000枚というところまで来たんですけど、斜めだ、やばい、おー出た、さよなら。というわけで760ゲームもやりました。投資が200枚、そして流したメダルが2902枚なのでプラス2700枚、これによってですね、こちら常盤ホールさんの著メダルが1万5000枚オーバー、1万5639枚となりまして、あれさっきまでパチスローコーナー、あれ日暮らし打ってたような気がしました。あのですね、僕が考えていたこの列で高設定が入る傾向があるっていう、その列の捉え方が、あ、これも出てる、これも出てる、じゃあこの日暮らしもその列に含まれると思ったら全然違いました。ということでやってきたのがこちら P スーパー海物語 in 沖縄5です。これにて1万発なくなった計算になってしまいました。最悪だ、困った時のゲームみたいなとこあるからね。いやーマジで最悪だ、最も悪いと書いて最悪です。結果はですね、投資が3000枚、言い換えると1万5000発、そして回収がゼロと、まあ、企画上の話でいうと、今回ねこちらアミューズさんに貯めてあった2000枚がなくなったぞというだけではあるんですけど、あさすがに、これはきつい、番長3との戦いは今日はこれぐらいで勘弁してやろうかと思います。さあそしてやってきたのが絆2です。マジか、51ゲームなんですけど、え、プレミアム BC だ、
投資はちょうど500枚になりました。うわ伸ばすしかねえ。愛する者よ死にそうない。プレミアムバジリスクチャンス。うわなんだそれは。来世いやー巻物を引け。出発の準備と言われました。今までで一番長くこのアミューズさんで戦った日となりました。総投資パチンコスロット合わせて、枚数換算して975枚、そして、流したメダルが2406枚、バジリスクの分全部ですね。収支としてはプラス1431枚、まあまたね、2000枚ほどの著メダルをこのアミューズさんにすることができました。次にやってきたのがこちら、パチスロカメラ初打ちです。よいじゃん。はいはいはい。おーい、あ、勝った。ハーブオンってやつだ。おお当たった256ゲームあ出っさはい、おお、これはもらった。ありがとうございました。419ゲームありがとう。まあ、投資が1050枚使って、1498枚戻ってきたと、まあ、プラス400枚ちょいという感じだったんですが、あーつったね。いやーつったのって羽生？羽生だったら設定56確定なんですけど。おお、当たったか。確定役で、確定役でお願いします。マジだ。確定役。ああ。長いことをこの時計ホールさんで実践させていただいてますけど、一番会心の手応えのある実践になったんじゃないかなと思います。投資が150枚、そして回収が4117枚プラスの3967枚という本日の結果により、こちら時計ホールさんでの著メダルがなんと2969枚。今ちょっとね店内見てきたんですけど、僕がこの打っているこの列かなり調子良さそうなんで、これはねやめない方が良さそうですね。違う。ああダメだ、マジでダメだ。ああ、いやー、無理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 。ああ出た出たよ。
頼むよマジで。はい、だよな。2回目の通常 BB です。外してる、抜け戻した。マジマジで本当最悪だ。あー出ちゃった出ちゃった。今日は朝一からなんと番長3の高設定を一発積も、そしてその結果が投資1350枚、回収0枚でした。なんで毎月おなじみ時矢ホールさんでございます。ちょっと今までと様子が違うんじゃないかと。最近どうやらあのバラエティコーナーがちょっと徐々に力が入り始めてるんじゃないかという傾向というか情報がね耳に聞こえ始めたので、誰？だって。なるほど。しかも。これさ。ありがとう。終わり。あいやー最高。ですよね。ないかしら。投資が700枚、流したメダルが2031枚、差し引きでプラス1331枚という結果になりました。どうも絞りきれないなと思ったら、あのグレートキングハンハナこの横一列が相当調子が良くてですね、島全体、まあ、縦一列だけじゃなくてね横一列のパターンもあるので、おお。あっさりきた。いやーありがたい。投資1000円です。よっしゃー。これさっきからね赤狙うとレギュラーばっかりなんですよね。なので赤。あぶねー。131ゲーム。やっぱりね1台目のバジリスク絆2をもうちょっと早めにやめることができていれば、ジャグラーコーナーの前代後設定の列をもしかしたら一足早く僕がゲットできていたかもしれない。確保した方がもうちょうど打ち始めたところだったんですよね、どうやら。というわけで最終結果がですね、投資1950枚、そして流したメダルが496枚、なんでマイナス1450枚ぐらいですか。約前日昨日が結構人が多めに集まった日らしくて、その翌日ということですね。また前回同様ちょっとバラエティコーナーを狙っていきたいなと思うんですが、どうだ。あーやはり、はい、これでもカオスだよね。終了画面カオスなんで、1否定です。1否定とネルギガンテの2否定が出てるんで、やっぱり設定3以上濃厚かつさっきのプッシュ7回のね同行版出てるんで、まあ設定4以上のことでしょう。誰だ。
ああ、うわ、ジョージ、ジョージ、カットインつき、赤、ありがとう。いやいやももちゃん、グースーした。あの先に今日は行けるかどうかが課題になるかな。グースーしさがかなり多かったので、まあ、4か6かというところでしょうけれども、最終的には投資が500枚、そして獲得が3021枚、ただプラス2521枚。変わらず狙いはね、こうやって1列丸ごとっていうところを狙ってのアレックスです。正直この台僕めちゃくちゃ苦手なんですけど、ちゃんと列で入ってくれることを信じて打つのみです。おー、これは近くじゃないですか、滑ってるし。よし、今日もアレックスにやられたわ。こいつマジいつ打ってもこれだからな。もうアレックスは二度と打たん。鼻抜けエイジ漆黒エクストララッシュ赤い、1、2、あー、やっと200分の1を引いたみたいです。おっぱい、あ、よかった。早い、早すぎ。実戦終了しました。マイナス3000枚です。正確に言うとマイナス2000枚と5000発です、大体。まあちょっとねガロが気になっちゃってね。でまあその後はねかまいたちとアレックスでちょっと遊んでからのパチンコで2万使って200分の1が1回当たっただけと。といった感じでですね、なかなか順調にちょだまちょメダルを増やすことができていた実戦が続いていたんですけど、ここでちょっと皆さんにお伝えしなければいけないことがありまして、現時点でちょメダルがもう2万5000枚以上あると。約半分ですよね、100万貯めるまでの2万5000枚って言ったら。それがもう下ろしてますってもうあんまりないんですね。やっぱり2万5000枚貯メダルしてるってことは、僕が生きるための貯蓄が使えない状態でそこにあると、ちょっとね生きていけないんですよね。これはいかんと。このままだといくら経っても100万、まあ、5万枚ですか、ちょっと届かない。だって生きてるんだもん。なのでちょっと企画をリニューアルしたいと思います。で幸いなことに、この企画の実践、まあ、ご覧の通りですね、かなり勝つことも多くてですね、もうここは強気に行こうと、ズバリ100万勝ちたいってよという内容で、純粋に100万円分プラスっていう目標に向かって2022年また新たなスタートを切りたいと思います。次回からは第3部100万貸したいっていう
ちょっとまだ正式なタイトルはねあれですけど、まあ、多分あのロゴとタイトルがバーって出てると思うので、ジョジョもねドラクエもあの3部がやっぱりクライマックスだったりしますから、いよいよこのね野村百万シリーズもゴールに向けて本格的に動き出したいと思いますので、また一から価値を積み重ねていきたいと思いますので、一つよろしくお願いいたします。